アイムズです。今回はベプログさんよりご提供いただきましたミニプルスターターキット、はい、こちらのレビューを行ってきます。それでは開封よりご覧ください。ではミニプルスターターキット開封していきます。まあ、黒の方はね開けてあります。ではホワイトの方で開封していきます。はい、開けるとマニュアルがあります。でこんな感じですね。プルームテックの純正の方は使ったことないんですけど、多分似たようなね充電器ありますね。使うときはこれねプルームテック刺す方なんですけど、こっち側を取ってでこれ USB なんで、まあ、パソコンとかモバイルバッテリーとか、まあ、そういうのにくっつけてこっち側をおねじ込む、ここで充電するようになってますね。まあ、今回ね白と黒ね2種類届きましたが、こう開けるとこんな感じで出てきて、このシリコンキャップを外してこっち側にねリキッドを入れます。これだけでもね販売しますね。ミニプルブーストってやつが多分これなのかな。でバッテリーの容量とか書いてないですね。でこのバッテリーとこのミニプルブーストのこいつをねくっつけて使うんですが、うん、これでね10センチとなります。で通常のプルームテックの方の本体サイズは、12.5 なんで 2.5 センチ短くなります。ただ、まあ、これはね、プルームテックのカートリッジをこうやってつけて使うもんなんで、このカートリッジをつけちゃうと、10センチ超えますね。もう見た目は悪くないね。ちょっと、まあ、この辺のパーツ類はねチャッチっちゃチャッチんですけど、まあそんなね問題ないかと思います。でちょっと分解したりこうした時に思ったのは、今からね説明していきますけど、ここで取れちゃうんですよ。これわかります？ほんと取りたいのはね、こっからこの滅菌とこからねこうやって取りたいんだけど、ここを持つとまあ今はうまくいったけど、ほらギュッて締め込んじゃうとこの上からね取れちゃうんで、これ取れるとまずいんで、これ取り外しするときはね、ここのメッキの部分をちゃんと掴んで取った方がいいです。でなんで取れちゃまずいかっていうと、ここをね外してここからねリキッド入れます。でこれ真ん中にねこう見えるかな、ね、真ん中に筒があるんで、その側面に沿ってねリキッドは入れます。じゃあ一緒にね届いたこちらがねセットで販売されててね、他にもねリキッドはあるんですが、今回はパイナップルピーチメンソールとマスカットメンソールが届きました。ですのでホワイトにマスカットメンソールを入れたかな。まあ外側にね沿わせるような感じで入れるといいかと思います。で入れたらこの状態にして立てかけて10分ぐらいはね放置してください。では黒の方にはパイナップルピーチメンソールの方を入れておきます。まあ、10分ぐらいね落ちていくんですが、まあ、先ほど言ったねこう締め込みすぎてここから回してここ緩んじゃうとリキッドが漏れちゃいます。ですから取り外しするときはねちゃんとしてください。でこちらねベプログさんのねホームページ見ると純正のっていうかプルームテックの純正品ね、そちらにもねこれくっつきます。じゃあね吸っていきたいと思います。では使ってやってみたいと思いますが、まずねこちら連続吸いがね3回ぐらい吸ったらね10秒ほどね間隔空けた方がいいそうですね。で、まあ、1回吸うのも、まあ、3秒以下ぐらいね3秒以上吸い続けるようなことはしない方がいいそうですね。プルームテックつけなければ普通にこうね入れたリキッドだけでね楽しむような使い方もできます。でもう一つはねプルームテックの純正品とねミニプルスターターのまあミスト量の比較かな。まあこのぐらいね差はあるそうですね。多分この状態でいけば、まあ、ミストがね、ミニプルスターターの方が濃いんで味も濃く出るのかなと思いますね。はい、では実際ね使っていきたいと思います。じゃあまずそのまんま吸ってみようかな。マスカットメンソールも確かホワイトに入れたはずなんで、じゃあマスカットメンソールから吸ってみます。でそこがね光りますね。
構ミスト出ますね。まあマスカットにメンソールです。パイナップルピーチメンソールノースと言います。パイナップルもピーチもほのかに出る感じかな。どっちが尖ってってわけでもなく、まあどっちもねメンソールも入ってるから吸いやすいは吸いやすいですね。まあ結構今吸ってるけど、いがるってこともないかな、とりあえずは。ドローは多分ね、ここに隙間あるんですよ、このつなぎ目のところに。こっからね、矢拾ってると思うんですけど、拾ってるね。抵抗あるぐらい、そんな重たくはないかな。片側閉じて。ああ、片側閉じるとね、いいぐらいだね。じゃあ、プルームテックつけて、マスカットの方から。僕のプルームテックは普通のレギュラータバコだったかな。じゃあ吸ってみます。レギュラータバコだとマスカットはかなり落ちるけど、だからメンソールにほんのちょっぴりなんかこうフルーツ感が、マスカットっぽさがあるかなっていうぐらいかな。普通にこう美味しいね、めっぽううまいとかね、そういうことではないんだけど、とても吸いやすいよねっていう感じですね。パイナップルピーチメンソールの方をプルームテックのカプセルつけて吸っています。こっちは結構落ちるかな。まだマスカットの方がマスカットっぽさは残ったけど、まあ、パイナップルっぽさがちょっとあるくらいかな。まあやっぱ加えタバコするにはちょっとね、やっぱ重量は重たいね。まあ良くも悪くもって感じだよね、このサイズだからね。まあベイプと吸うには、まあこのままねプルーンテック外せば吸えるけど、なんて言ったらいいんだろうね、箸休めぐらいかな。ベイプとしてはもうやっぱ物足んないかな。やっぱりプルームテックつけてニコチンをね吸わないとっていう感じですね。まあ手軽さはねあるんでいいとは思うんだけど、プルームテックってねベイプだから、作り自体もそうだし、ミスト出してそこにカプセル通して吸ってるだけのことなんで一緒だから、もしこれできっかけでねベイプするんだったら、いろんな味してねいいよねって思ってこういうのを発見するんだったら、やっぱターレスプラスとかあのあたりやっぱ吸ってもらった方が、ベープの面白さも、少しはね分かってもらえるんじゃないかなと思いますね。はい、以上になります。あ、そう、一つ思ったのね、これプルームテック外した時にこう、まあ鉄なんですよ。別にね吸っててこう何この辺ちょっと慣れたからって言ってこう怪我しそうとかっていうのはないんだけど、なんかあったらいいよね。ドリップチップじゃないけど、なんかこう当てるようなものがあるといいんじゃないかなと思いましたね。はい、またベプログさんのね商品ページの方概要欄に記載してきますので、よろしかったらご覧になってみてください。それでは今回はベプログさんよりご提供いただきましたミニプルスターターキットでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。